を先頭に関八市塚市まで 0.5 キロ程度渋滞しています。関八中野橋を先頭に 0.5 キロ程度流れが悪くなっています。なお首都高速最寄りの入り口で詰まっているところはありません。警視庁交通情報ラジオです。午前11時55分現在の交通情報をお知らせします。はじめに上高田周辺上り方向の交通状況です。目白通り上りは工事のため付近で車線規制が行われています。Thank you.
そして京都11レース G2 日経新春杯となっています。さあ、木屋さんでバイトしたこともありますし、あと秘書みたいなこともしたことあるんですけど、一番最初は試食販売員でした。あのスーパーとかデパートの地下に派遣されて、そこでハムだったりソーセージだったり、あと飲み物だったりを売るっていうのなんですけど、まあこれがね、大変ですよね。要はある程度のお金が決まっていて、そこからっていうのはその人自身のその力次第でお金が決まってくる。タイムズクラブカードをお持ちの方は先に入れてください。パンク&ライドサービスをご利用の方は入場待機ボタンを押してください。狙われてるんじゃないかと思って、ピンポンピンポンピンポンってす
っごい鳴るんですよ。なんだろう、怖いなこのマンション、気味悪いなって思ってたら、下がコンビニだから、コンビニの自動ドアが開くたびにピンポンピンポンピンポンって鳴るんですよ。あ、この音かって気づくまでに私2週間ぐらいかかりましたね。いやでも一人暮らしで、この本当に責任が伴う一人暮らし、何をしね、してもしなくても誰にも言われないっていう怖さね、ぜひね、18歳のハリエスさん、そんな生活満喫していただきたいと思います。まだまだあなたからのメールお待ちしてますよ。miku@1242.com miku@1242.com まで。そしてリクエストお待ちしてます。あなたが大人だなぁと思う曲、20歳の頃を思い出すなという曲、リクエスト、曲にまつわるエピソードも添えてぜひ送ってください。
の3日間、人形の町いわき市当局主催、ひな人形5月